はい、皆さんこんにちは。劇団おじいです。さあ今回はね、こちらを紹介したいと思います。今回はね、お子様お孫さんにすごくね、いいアイテムになります。はい、お孫さんへスライド頭脳ゲームになります、ね、やっぱりね、頭が柔軟なうちにいろんなね、こう考える、要は操作とかね、考える、これをねやらせてあげると、やっぱ頭の回転とか考え方が出来上がるよね、早い段階でね。こういった頭脳を使うゲームっていうのはめちゃめちゃ大事だと思います、ね、でおじいもね、子供の頃からね、うちの親父がよく将棋買ってきたりとか、オセロ買ってきたりとか、そういったものでね、遊ぼうって言いながら、その頭を使う、そういうのをよくやってくれたね。こういうのもほら、うちの親父がね、好きだったからね、これやってみろ、って、ね。こんなような、昭和の時代は、こういうのだったけれども、こう木でできた、こういうのね、これ見たことある？こういうの。ね、これすごく頭使うでしょ。あどうしたらいいんだ、こっちやってこっちにやってみたいなね、職場みたいな感じで、ああこれが出てこない10とかねやったでしょ。でこれが、はい、こうもう現代版はこうなってるんですね。まあこれとちょっと違うんだけど、これってさ、こうパコってこう怒っちゃったりするじゃん、ああっつってね。これねすごいんだよ、もう単調ではない、ものすごく遊べる、見たらびっくりした、ね、はい、じゃあ見てみましょう。まずね、まあ、一見変哲もないスライドゲームなんだけれども、ここら辺にね、もう現代風のボタンがついていたり、なんかここにこんなのがあったりとかして、なんじゃられね。これはね、スーパースライドポータブルスライドパズルゲーム、数学のゲームをするね、なんちゃだからにゃいでって書いてあるけども、こんな感じなんだね。あれこれ全部閉まっちゃってるじゃん、これ全部閉まってるじゃん、これ、ちょっと待って、全部閉まってるの、全部閉まってたら外れないじゃん、これ全部閉まってるの、そうだろ、あ違うね、これは遊ぶ時に外すやつだ、これはね、そうなんだね、これ言ったら王様みたいなやつね、はい、これは外して遊ぶんだね。はい、磁気誘導、ね、これで、ね、マグネットがついてるんです。実はね、ピタッとこうくっついてスライドできるんです。はい、で思考の開発、そうだね、でこれね、500レベル問題そんなにいっぱいあるのっていうね、500レベルの問題、へー、これだと王将をこっから出口に誘導するだけのゲームなんだけど、これは問題を出してくれるね。で LED のスクリーン、 LED のスクリーンなの、そうなので、期間限定チャレンジっていうことで、期間限定なのね、時間制限があるので、ミニサイズということで、フォローアップ教育難題を解く、ね、賢くなるよこれ、チチ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 ってね、まあ時間が来たらバーンって上に飛ばないけどもね、このティーチングモードに入ることができるそうです。うん、なんのこっちゃ。で、チャレンジモードをオンにすると、誰がすごいか競うことができるわけです、ね、はい、まあ、2個あったらね、用意どんでいろいろできるってことだね。はい、使用例としてはこんな感じ、チェッカーボード持久度達成感を出しますよっていうことなんだね。手触りが軽くてスッ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 スってできるそうです。はい、おじいにできるかな、500巻数ライブラリを内蔵ね、優しいのから難しいのにっていうね、そうなんだね。これが1個目2個目3個目4個目もうこうやって問題が出てくるんだね。へえ、これと同じにしましょう。で分かるのかな、あ、まあ、分かるんだろうね、時期だから分かるんだろうね。正解になったらなんかプルプルプルン正解でよ、プルルプルとかってなんかうんとかな、ブルーンしてね。はい、で成功な、まあ、綺麗な梱包で届きますよってことなんで、今綺麗な梱包でね、確かに来ていますし、梱包綺麗だよ。はい、でパッケージは 22.5×24.5×5.5cm となっております。まあ、パッケージね、これちょっとパッと見せた方が早いね、オープンボックスの前にね。はい、これぐらいですね、だこれぐらいなんですね、大きさの目安としては。はい、そしてね、これお子様が使うものなので、
ここね、一番大事なところだね、これね。はい、環境に優しい ABS プラスチックを使っております。ね、まあ、対象年齢は3歳以上とは書いてあるけど、まあ、3歳以上じゃなくても、2歳ぐらいからもうなんかいろいろね、落ちれば記憶があるからね、3歳になる前でね。だからもう2歳ぐらいからいけるんじゃないかなと思うけどね。でもあれはね、まだ0歳なのになんか言ってることがあってぴょんなんか弾いたりとか、なんか天才の子っているよね、なんかね。はい、じゃあ改めてね、オープンボックスいきましょう。はい、それではね、上がり替えました。さあ見えるね。でね、綺麗にこれね、ビニール梱包されてるので、最初にこれをね、ビニールを取りましょう。よいしょっと、よいしょ、ね、まあ新品って感じがしていいよね、うん、このビニールコップがないとね、新品か中古なのか分かんないからね。はい、よいしょっと、ビニールを取ります。はい、じゃあ改めて開けましょう。かっちょええな、なんか箱はね、19ピースね。はい、じゃあ開けましょう。よいしょ、結構箱がクリアランスが、よいしょ、このね、中華の箱のこのクリアランスのないのがまたね、特徴だからね。こっちをこうしてやっと、こっち側が開かないからね、いいよいいよね、ほんとクリアランスがぴったりなんで、ほんとね、真空になっちゃうから戻っちゃうんだね、これね。よいしょ、はいね、まあ一般の YouTuber だったらね、ここは編集してね、はいってテレレレレンって感じでね、出てくるんだけど、じゃあね、リアルタイムで。はい、でマニュアルはこれ英語なんで、まあ何のこっちゃよくわからないですね。はい、アプリでリアルタイム翻訳があるから、そういうので見ればね、まあ、ある程度わかると思うけど、あれ、ここのコマがない、おや、コマがない、あ、あった、下にあった。でこれは液、ここが液晶になってんの、ここに液晶があるんだね。で充電して使うのかな、ここにあれが入ってるのかな、電池が入ってるのかな。電池を入れないと使えないパターンかな、もしかしたらね。はい、でここに、まあ、ブロックというかマグネットがついてるブロックかな、うん、あ、まあそうだね、まあそうだね、ブルブルってやるとこう落ちるぐらいの、これぐらいでマグネットがついているっぽいです。ちょっとね、ここ気になるんだけど、これこの状態で電源入らないから、多分電池を入れなきゃなんないと思うんだけど、工具は入っていないので、ちょっとシェミチドライバー持ってきまーす。はい、シェミチドライバー持ってきました。よいしょと、こういうの持ってるとね、こういう時に便利だよね。でプラスのどれぐらいの大きさでいいかな、これぐらいでいけそうなような気がするけど、あ、ちょっと大きかったな、ね、こういうのあると便利だよ。これぐらいかな、あ、そうだね、ちょうどぴったりだ。はい、じゃあこれね、よいしょっと、でででで、ーん、ターン、ね、いやー便利、ほんと、ね、こういう工具を持っててよかった。視聴者様、持ってる方いらっしゃいますか。はい、で太陽電池が2本使用みたいです。はい、じゃあ太陽電池はね、すぐ横にあるので持ってきます。はい、太陽電池はね、いつもすぐそばにあるので、
でも安いのね、こうやってね、すぐあのめくれちゃうんだよ、ね、こうやってね、よいしょと。はい、今ソーラーでね充電いっぱい入れたばっかりです。よっ、ちょっと待ってよ、よいしょ、パチンって入んない、パチンって、パチンって入んないぞ。一難去ってまた一難、よっよっ、よし、はい、グッと入れれば入りました。よいしょ、はい、パチン。まあ通常ここね、戻しても戻さなくてもいいかもしれないけど、まあ一応念のためにここはね戻しておきましょう。はい、それでこれで、これで、ああ、おお、で何、こうやって作りなさいよってこと。こういうブロックがあるけど、あ、これあれか、ブロックパターンがあって選べるんだこれ、うん、おそらく。で緑色がない、緑色がないんだけど、緑色ないよ、緑ないよ。これでこれでいいのかな、この形を作りなさいかな。これどうすればいいの、これこうやってえ、何、4番目、5番目、あー、なるほどね、こういう形に作りなさいよってことなんだね。この緑色がないので、なんかそこがすごい気になる。青しかないから緑がないけど、これどうすればいいの、これで、よいしょ、じゃあこの形を作ればいいってことはね、じゃあね、とりあえず、あれ、これだとちょっと無理があったかな、ん、何ピッて、これちょっと待って、これ無理じゃん、これはこれはちょっとさ無理じゃん、この形は無理でしょう。これ最初にセットの仕方がさ、これ無理なパターンだよね、これね。じゃあ待って、これさ、色 1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,8 で青が1個の、赤が1個の、だ緑2個分がこれ横になってるから、でそもそもおかしいんだよこれがね。ピッピッ、何何、ピッ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 って、何ピッピッて、ピッピッピッって、何、なんかピッピッピッピ言われるようなことをしてないけど、本当、よいしょ、よいしょ、それでこうでこいつを上に持ってかなきゃなんないから、一回下に持ってきて、こうして一回余分なのを出して、上に持ってって、で、あ、でもこれ縦があるじゃん、青いのが。だからもうそこで成立しないってことじゃん、それがある段階で成立しません。で、これを上に持ってきたいんだから、こうか。ね。で、青いのをこっちに持ってこなきゃなんないから、でも青の
縦の笑い、ちょっと待って、これさ、ちょっと待って、ね、これさ、意義あり、これ意義あり、これだってさ、緑があるのに、ちょっと待って、だってこれさ、おかしいじゃん、だってこれどう考えたって、これね、ちょっと待って、緑がある限り、これ おかしいじゃん、だって、この緑があったら、だって いけないよ。これ緑があったらいけない。平野くん、これダメだと思うの。肉ちゃん、そうだよね、これはおかしいと思うよね、うん、どうしてもこれは成立しないと思うの。あ、これだったらいけるな。青、うん、青のとりあえず縦が4個と、それから、黄色いのが6個と、黄色いのが6個と、それから赤いの1個、ね。これでいいのかな？これでいいよね。これで、この通りの形をやるってことはね。これでいいのかな？ピー、よし。じゃあ。黄色をね、黄色をね、お、何、もしかして遅いってケチつけられてる、もしかしてね、遅いっていうケチつけられてるんですか、もしかしてね。この青いのはここで OK だね。で、ここが空白になって、とりあえずこれをこうすると、上は完成して、ブルーをここに、一個ここに持ってこなきゃなんないんだね、ブルーをね。そうすると、あ、ちょっと待って、これここにあったらダメなんじゃないの？少々おかしだよ。ちょっと待ってこう。これは成立しないよ、これ。多分。これは置き方が悪かった、おじいの。これはね、これは、ちょっと待って、こうして一回避けて、こうして、で、青を、待てよ、一回邪魔な歯を避けて、よおよよで、赤がこっち来ちゃうな。でもこれと、待って、これをこっちにやってこういかないと、これがこっちに来ないから、でこれをこうして持ってきたいから、あ、成立しないね、これだとね。上にも、ちょっと待って、これ自体がおかしいよ。これいかないから、ちょっと待ってよ。一回ちょっと、君が邪魔だから、君をこっちに寄せておいて、で、ちょっと待って、これね、ちょっと待って、これ、あれな、これね、これね、ちょっと待ってよ、おじい、これ得意なはずなんだけどな。これね、縦4個だとあれじゃないの、成立しないじゃん。ちょっとあのデフォルト の置き方がさ、こうやって置いて こっからあのこれにしようねっていうのが ないと辛くない、これはちょっとギブアップじゃないの。だって特にせかされないもんね、これね。これどうやって遊ぶんだろう。
分かった。これ分かった。今これで、何がついてるのかを判別して、そのあるものでこれを作る。あ、そういうことか。そういうことか。分かった、分かった、分かった、分かった。そういうことか。意味がようやく理解できました。ね。例えばね、こうやって横なら横とか、まあ赤いのもこうしてあるじゃん。こうしてね。で、まあ青いのをじゃあもう一個横にね、買ってあるとして、で、まあ黄色のね、パズルで、まあ2個分ぐらい開けていけばいいのかな。こうしてやるでしょ。それで、ボタンを押すと、考えてくれて、ほら、これを作ろうねって。だから横が2個の縦1個、横が2個のあれ縦2個になったな。あれ違うの。一回違うのちょっとね、これを一応一回これに置きなさいってことなのかな。ちょっと待ってよ。この通りには一回置いてねってことなのかな、もしかしたら、ね、はい、わかりましたね。はい、この通りに置きました。そしたら、これを作りなさいっていうことなんだよ、きっとね。もうスタートしていいの？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 これでいいの？スタートしていいの？ピー、はい、じゃあここからね、やりなさいっていうことだと思います。はい、これは初級なのかな、もしかしたらね。うん。はい、言われた。お、ちょっと待って、いいことはなかった。ここに一個挟まって、で、あとこれをこっちに持ってくればいいから。よいしょ。はい、できました。できたよ！できたよ！ねえ、できたよ！なんか褒めてくんないの？押しようかな。できたよ！これでいいのかな。これを作りなさいってことかな。これだってもうできてるじゃん。だってもうほとんどできてるじゃん。だってこれもうできちゃった。はい、できました。できたよ、できたよ。できたよ。褒めてくんないの？で、褒めてよ。これで作りなさいってこと？ってこと？はい、初歩教科ね。できたよ。これでいいの？これ本当にこれ遊び方合ってんのかな？これ合ってんのかな？遊び方合ってるのかな？え、何何ですか、何ですか、何ですか。え、あ、出来事ちょっと待って、長押し、もう一回遊ばして。はい、で、ちょっとね、これね、翻訳してくるよ。ちょっと翻訳してみよう。
はい、じゃあね、ちょっと遊び方をね、ちょっと翻訳します、カメラでね、ゲームの説明横にした方がいいかな。よっ。ゲームクリアランスっていうんだって。これがここのここがゲームクリアランスっていうんだって。これがね、でディスクスクリーン、まあそれはいいや。遊び方教えろ。遊び方教えろ。豆アメゴール、大きなグリッドを敵の初期位置からディスクの下部にある出口に移動します。これがアメゴールで、ほら訳してくれちゃんと。うん、それで使い物になんねえなこれ。なんでいちいちこうたって、なんでこうなるので、ディスク 4.5 の長方形で構成され、これ邪魔だね、これ消えない。20グリッド大グリッドで、グリッドは4グリッドを占有し、小グリッドは1グリッド占有し、長いグリッドは1グリッド占有。うん、でオープニング、これがグリッドの初期レイアウトです。あ、グリッド下の2つのスペースが残されます。うん、でグリッドをスライスさせるだけで、グリッドを持ち上げず長いグリッドを初期配置方向変更することはできません。スキル、小さなグリッドがペアで組み合わされます。2台マス動くと手前にコマスが開き、コマスが追従する。3、長いグリッドが横に動いた場合、正しく移動する前に2つの小さなグリッドを見つけて道、ゲームの目標、大きなグリッドを別の設計位置からディスクの下部にある出口領域に、あー分かった、やっと分かった分かった、ここに持ってくるだけのゲームなんだけど、この位置にまず合わせて、この位置にこうやってこれとお手本のようにこう合わせて、あ、でこれをここまで持ってきなさいっていうゲームか。あ、なるほど。こうだね。はい、これがこれに合わせて初期位置ということですね。じゃあスタート。はい、でこれをここに持ってくればいいだけのお話なんだよ。その見本の通りやるんじゃなくて、赤いのをそこに持ってくだけでいいんだよね。たったそんだけのお話なんで、いやウルトラ簡単じゃんこれ。びっくりするほどもう簡単すぎちゃって、本当なんて簡単なの本当ね、え簡単すぎちゃって本当、もう , 笑っちゃうよ。簡単すぎちゃってね、え本当これはねちょっとおじいにとったらね、なめてんのっていうそんな感じだね。ダメだよ、優しすぎるよこれは。よいしょね、優しすぎるね、簡単すぎるね。あ、何？何？なんだよ。
何がピッピだよ、やってんじゃん今ちゃんと、本当何ピッピって、何せかしてんの、やめて、はいはい、ゴール、ゴール来たよ、ゴール、ゴール来たよ、これ押すの、おで87点もらったってこと、今ってこと、じゃあ次に、次のお題がこれってことだね。じゃあこれと同じように、じゃあピースを組んで、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、それでこの赤いのをここに持ってけってことだね、ね、よいしょ、はい、これすぐ行きそうじゃん、ほら、はい、ね、はい、今点数もらえたってことだね、これこのまんまこれをこうして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 でこうしてね、よいしょ、これでいいのかな、はい、よーいスタート、はいね、よいしょ、はいはいはい、来たよ、ね、140見てもらったの、ね、こうやって遊ぶんだよ、どう、またね、楽しいね、ほんといろんなお題が出てくるからね、うん、で裏側にもね、なんかちょっと書いてあるからね、ちょっと見てみよう、今度は後悔、本当にね、ちょ勘弁してよどうしてもちゃんと見させたくないってことなんだね、どうしてもちゃんと見させたくないってことなんだね、うん、縦じゃないと見させないってことなんだね、わかりました、これこの邪魔なの、これこれ本当これ邪魔なんだけど、で絶対に横向きでしか見させてもらえないGoogle の意地悪なんだねこれね、どっち方向から撮影しても横にしか見させてくれないんだね、何か教えてくれ、このね500以上のオープニングがありまして、レベルが1レベル、まあちょっとあのパズルよりも使い方の解読の方がこれ難易度高えな、これスタートを設定トピックを選定したから指示に従ってディスク上のグリッドを配置してください、あだからでやり方が合ってるんだよ、で画面がホイールで点滅し、さまざまなグリッド配置方法が表示されます、でそれ警察スイッチを指定ウェイクするとバリアを突破し始めることができますよね、うん、だそういうことはね、うん、だ今の自由の遊び方で合ってるみたいです、はい、まあ、だけどね、まあ、こういうパズル頭を使うね、お手本があるからその通りに並べてスタートをして、であのゴールに持ってくるっていう、そういうゲームみたいですね、はい、まあ今風の現代風のやつはねいっぱい頭使うよ、はい、じゃあ一回戻りましょう、はい、そんなわけでいかがだったでしょうかね、あのお孫さんにプレゼントすると喜ばれるよ、おじいちゃんおばあちゃんね、今みんなほらタブレットの時代だからね、
こうやってあのお金スライドしたりとかね、あのこうペペペペこう画面を押すだけでしょ。実際のリアルの形のあるものをこうやって操作してねやるっていうのはなかなか少ないからね、まあそういったところこういったものを与えてあげると素晴らしいいい思考能力ができるんじゃないかなと思います。はい、今回はアマゾンではありません。ポーン。はい、これどこかっていうとヤフーショッピングです。今回ねここはね楽々工房ですね、いつもお世話になっておりますね、のぶさんさんのところだね、この楽々工房なんだけれども、これお値段の方が今ね3980円です。なんだけどここねよいしょ、はい、全国総量の3980円なんだけど、ここにクーポンがあって、でここ今取得済みになっちゃってるけど、このクーポンを押すと3180円で購入できるんです。これね、それでね、これはあの最大800円オフクーポンなんで、100円以上で800円オフのクーポンがあるんでね、なので800円引かれて3180円で購入ってなってます。それでこれもあるんだね、ペイペイカード払いだと 7% 獲得することができるみたいです。で、まあ、最大 10% 獲得までできるそうなんだけど、おじあんまり詳しくないんだよねヤフーショッピングね、うん、これ買った時もなんか何倍つくって書いてあったのに、その何倍まではつかなかったんで、あのちょっとシステムがよくわからないです。はい、というわけで興味のある方は今回はヤフーショッピングになります。この動画の説明欄にリンクがあるんでね、そちらの方からご覧になってみてください。あとこのクーポンはね、このクーポンはいろんなものに使えるクーポンで、皆さんね共通クーポンだと思うので、まあ、使ってない方は800円オフで購入できるけど、他のもので使っちゃった方はもうこのクーポンないのかもしれません。ちょっとねこのヤフーショッピングのシステムがわからないんで、まあ、詳しい方にお任せしたいと思います。なわけで参考になったでしょうか。スーパースライドポータブルスライドパズルゲームを紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。